じゃあ、現在形と進行形やってますけど、うん、進行形にならないやつっていうのがありますね。そうですね、ならないやつ、絶対ならないやつ、つまり in、 何々 in にならないやつ、 ing、 つかないやつ、うん、ね、I'm ing とかにならないやつですよね、うん、そうですね、うん、例えば like、 例えば I like ですね、うん、I like、うん、それはまあ好き嫌いとか状態変わらない感じ、うん、I'm liking とは言わないやつ、ね、うん、そうですね、 I'm liking 寿司はおかしいですね、うん、I like 寿司、 I like 寿司、そしてうん、だから質問の時も Are you liking? とかおかしいね、うん、Do you like? Do you like 寿司、うん、Do you like? そして実は Love、 まあ好き、大好き、うん、I love her とかそう、うん、そうですね、うん、I love you とか I'm loving you はおかしいですね、 I'm loving you だ、うん、それさっきの英文も、うんうん、次は Want、 I want、 うん、 I want、 I want 寿司、I want to be a、 そうですね、I want to play football、 うん、そうですね、動詞も大事ですね、 I'm wanting、 じゃ名詞だったら I want 寿司、あ、寿司が欲しい、寿司が欲しい、なんか動詞だったら I want to play、 to play とかね、うん、I want to eat 寿司でもね、うん、そう、食べたいですね、うん、そしてでも I'm wanting はおかしいですね、うん、そしたら know、 I know、 そう、 I knowI know、 それも変わらない状態で、そうですね、まあ知るか知らない か I know か、うん、I don't know、うん、ね、そう、今だけ知ってるとか、うん、ちょっと変、ちょっとおかしいですね、うん、なんで I know it、うん、ね、そしてあとは understand、 まあそれも同じ考え方ですね、わ、うん、かるかわからない か、 な、 いか、なんで、うん、I understand か、うん、I don't understand、うん、I'm understanding とか基本的にはダメ、うん、そうですね、あとは remember、 I remember か I don't remember、うん、覚えるか覚えない、覚えてる、まあ半分とか今だけはちょっとおかしいですね、うん、I don't remember ってよく使いますよね、うん、覚えてない、うん、うん、I don't remember、 なんかよく I forget、 I forgot とか言ってるけど、うん、どっちかで言ったら覚えてないっていうのは、うん、I don't remember ですね、うん、I don't remember ですね、つかないか、 depend、 depend、 うん、depend、 これはちょっと説明が難しいんです、うん、まあ、depend は何々によって何々よるみたいな、うん、ケースバイケースみたいなですね、うん、日本語で言うなんか depend、 例えば、うん、例えばサッカーしよう、明日サッカーしましょう、うん、で、まあ、天気によるとか、うん、そういうことですね、そうね、 it depends on the weather、 it depends on the weather、うん、まあ、天気によって、まあ、雨だったらサッカーしないですね、うん、なんで何々による、うん、晴れだったらしましょう、うん、It depends、うん、It depends、 まあ depend はちょっと難しい言葉で、うん、とりあえずはまあ like、 love、 want、 know、 understand、 remember がいいかな、うん、はい、でこういう言葉は、うん、まあそのまま覚えるね、 ing にならないですね、 ing、 ほうほう、じゃあ続きがまだあるので次回やっていきましょう、はい、うん。